南口駅舎山梨市駅は山梨県山梨市上加野川にある東日本旅客鉄道中央本線の駅である。駅番号は CO39。2020年に常磐線、佐野木駅が龍ケ崎市駅に改称するまでは JR 東日本で唯一の市駅であった。業務委託駅で延山駅が管理駅である。駅舎側に短式ホーム一面一線。 その奥に島式ホーム1面2線と合わせて2面3線を有する地上駅で、京上駅舎を有する。両ホームは一つの古典橋で結ばれている。京上駅舎化と同時にセリフレジ形式のニューデイスキースックが開業した。かつては木造平屋建ての駅舎だったが、老朽化が進んだことから2005年に改修された。総工費約6000万円のうち、 約5000万円を山梨市が負担し、デザインコンセプトを自然の恵みと文化の香りが調和した街イコールフルーツガーデン式としており、木目町の外壁や西欧風本吹き形瓦の採用など、甲府盆地とその周辺景観との調和を考慮した外観となっている。2017年8月28日、JR 東日本八王子支社及び、 山梨市から鉄骨造りの地上3階建ての京上駅舎を建設し、南北間の自由通路を設置することで南側からのアクセスを向上させることが発表された。旧駅舎は解体され、仮駅舎を経た上で、2020年3月2日に京上駅舎、南北自由通路及び北口の一部が共用開始された。その後、翌2021年2月12日より、 南口が供用開始された。特急列車は一部の臨時を除くすべての開示と一部のあずさが停車する。ダイヤによっては普通列車との環給接続も行われる。指定席券売機、自動改札機設置駅である。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は1222人である。近年の推移は以下の通りである。 山梨市の中心部、駅前広場が整備され、山梨市営バスやタクシーが発着する。山梨市駅停留所が設置されており、山梨市営バスの路線が発着する。特急、あずさ、海寺の隣の停車駅は、列車記事を参照。車区出店。ありがとうございます。